はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今回、ドラゴンクエストビルダーズ2実況をね、再開していきたいと思います。住人とか開拓レシピのね、話をね、ちょっと皆さんじゃねえや、視聴者の方にね、いろいろ教えてくれてありがとうございました。ですがね、その前に、とりあえずなんですけども、今回は赤の開拓地のエリアの場所をね、少し前回と変わったと思うんで改造しましたんで見てください。まあ、ベースになる部分っていうのは変えてはいないんですけども、まあ、花を植えたりとか屋根をつけたりとかっていう形で、ありました。でここら辺とかもね、こういう壁を作って、でこういう風にね、こう通路を作ったりとかっていう風にして、まあ、住人たちがより活動しやすいような場所を作りました。はい。で、まあ、こうやって詰まっちゃうこともあるんだけど、まあ、これはおそらくこの、なんだろう、キッチンがここにあるからなんだよね。で、まあ、ここら辺とかっていうのも、まあ、別に特に関係ないオブジェクトです。なんか薬屋さんみたいなイメージで勝手にやりました。で、ポーカーテーブル、結構住人たちがよく使ってくれるんで、まあ、そこもなかなか面白いんですけど、なんで、こう、あえて多く設置はしてあります。あとブランコとかもあってね、だからこう本当に、なんだろう、見栄えがいいというか、一つの街みたいな感じでね、今回作れたんじゃないかなっていうふうに、思っています。どうでしょうか。ちょっとどこら辺を改造して、どこら辺は元からあったか忘れちゃったんだけど、まあ、いい作りじゃないかなって思います。また向こうのね、ナムナムガッチャンのエリア、あっちとはまた違った、全く違う形でね、作れたんじゃないかなっていうふうに、思っています。で、あとおまけなんだけど、ここにね、バスルーム作っておきました。はい。まあ、1の時はね、もう散々バスタブ使って遊んでましたので、まあ、今回もね、使いたいなと思っていてやったのと、僕2になってから多分このね、この壁使ったのは初ですね。1の時は散々使ったんですけど、今初めて、今回ね、開放して、レシピ開放して作った感じになります、これ。まあ、ちょっとここら辺レンガから、これミスって塗っちゃったんですよね。まあ、だからまあいいやと思ってそのままなんですけど、こんな形で、やってあります。まあ、あとはここら辺に死神騎士先生のバトル講座みたいなね、いうのを作ったのと、ここもよく特訓してくれています。お前笑ってんじゃねえよこら、おい、いつまで笑ってんだお前、おい。マジでこれちょっともうあれですね、これバグかな。あ、動いた動いた。すごい、これ何気にヒノキ棒使うんだね、これ。なので、ちょっと一人称視点で、この私の開拓地を楽しんでみましょうか。いいですね。こういう感じになるんですね。これいいんじゃないかな。ほら、自然な感じですね。ハイジみたいな。おーおー、いやいや、俺も無理だわ。俺もこブランコこんな動いたら、俺多分止めろ止めろってなっちゃうかも。怖い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 。あ、結構怖い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 。ちょっと止まって、怖い怖え。怖かった怖かった。これって逆向きでもいけるのかしら。あ、絶対こっち向きなんだね。よし。あ、あいつ乗るかな。なんか乗ってくれる時が少ないんだよな。おい乗れよお前、おいおい、しました顔してどこ行くんだよ。そっちなんもねえぞ。おいおい、
おおおおおい、いやなんかね、そのやるか、おい勝負。無視かい、無視かい。なんかこの子黒髪だけど、なんかおかっぱの黒髪がなんかないみたいなの噂を聞いたんですよね。噂っていうか、教えてもらったんですけど、もしそうだとしたら俺の今までのおかっぱ探しは一体何だったんだっていうね。黒髪おかっぱ探し、もう本当に好きだったんで、めちゃくちゃ残念なんですけど。めちゃくちゃ集めましたからね、おかっぱ。これお目目パッチリ型のおかっぱなんですよ。いいっすね。この子ちょっと、なんか、中二病臭いな。トイレ誰もいねえのにな。なんかこういうところが謎ですよね。なんかトイレ入ればいいんだ。いや、空いてるから、トイレ。え、何これ。どういうことなのかな。なんかさ、結構なんか住人たちの行動謎なんだよね。だからトイレ入ってんのにトイレ入ってないのにああやって並んでたり。作り方変えたからかな。もうこっちとかね、全然来てくれなくなっちゃったんですよ、教会と。あ、ここは来てくれるけどさ。こことかも全然寝てくれなくなりましたし、ここでも泣いてくれなくなりましたから。謎なんですよ。いつまで並んでるの。夜になればお風呂とか入るんですかね。ワンの時はさ、結構、もうこの時間帯にこの住人が動くっていうのが明白になってたんで、追跡しやすかったんですけど、こいつらマジでイレギュラーなんで、謎なんですよね。下に落ちてるやつはいないかな。毎回こうやって確認してるんですけど、僕。今回ちょっと住人をね、住人に対する愛、住人 NPC に対する愛情が裏目に出て、ちょっと開拓レシピが困難な状況に陥ってるんで、困ったもんですよ。はい。で、僕の予想というか理想通り、こうやってね、水の柱で立ってますよみたいな感じにもなってきてますんでね。結構、思ったより綺麗になってきてるかなっていう印象は受けます。あっちもいいですしね。あれかな、今回の動画では、ポーカーやってる姿をお見せできないかな。まあでも、見たことあるはずなんでね。めっちゃ鬼指導してるやん。バカ疲れてるよ。いやいや、俺なら即諦めるけどね。二振りぐらいで諦めるけど。もう無理っす、やめたいっす、みたいな。やめないでよ、みたいな。いや、近い。バカ疲れてるもん、ほら。上司の前で愛想振りまいたけど、いなくなった瞬間疲れてるみたいなね。で、この子はどうやって移動するんだろうね。壁作ったから多分ここ飛び越えとかはないと思うんだよ。ちょっと住人観察しましょうか。相変わらずこっちを見るところがまた可愛いですね。住人観察もね、やりたいんですけどね。まあ先にちょっとエリア作ってからでもいいかなと思って。見てんじゃねえよな、ほら。誰ストーカーしようかな。こいつじゃなくてもいいんだけど、またトイレでハーハーって言ってんだよな。なんだろうな、なんでこうこんなことになってしまったんだろう。ほら、これバグかな。ずっと並んでますもんね。ちょっと気になるな。緑の方はちゃんとね、トイレ行き来してるんですよね。赤の開拓地の住民はやっぱバカなのかな。ちょっと一回鐘鳴らしてみますか。
で、おそらく上に乗っちゃうので、封鎖落とす。よし。この手すり乗るのマジでやめてほしいんだよな。で、落ちたりはしてないね。してないね。よし。あ、お、ポーカーやるか、おい。ポーカーやれやれやれ、ポーカーやれ。ポーカーやれ。ポーカーやろう。おい。あ、無視か、嫌われてんじゃねえの、こいつ。ほら、こいつ、マジで嫌われてるよね。あ、あいつ来た。ポーカー乗れ。ポーカー、あー、ブランコだ。そんな無表情でブランコするやついる？パンツ見えそうだし。かわいい、でも。諦めて帰ったし。ハート落とさないの。いけんじゃねえよ、お前。おい、なんだお前、パン持って、おい。かわいい、ちょっと。なんか、なんだこの、なんか、あれだった。加藤ミリア聞いてますみたいな感じだった。これ聞いたことないけど。あ、あそこに座んないか。いや、楽しいな、住人観察。あ、トイレ入ってる。ああ、よかったよかった。よかったよかった。これソフィーかな、これ。うるせえ。なんだ。いや、いいよいいよいいよ。ありがとうありがとう。ここ使ってくれませんね。なんか涙を流してくれたりとか。やっぱシスターはこっち優先なのかな。え？祈れ。我に祈るがいい。長い。キメラ。キメラ？行っちゃってんじゃん、キメラ。ナダルみたいな顔してる。行っちゃっ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 てる。ロロロロロロロドーン。ドケ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 。ドケ。あれどこ行った？早すぎだろ、シスター。あ、もう歌を追っ始めてる。いや、そんな腹痛いやつの近くで歌うなし。しかもさっきの嫌われてるやつだ。こんなことしてるから嫌われてんだよ。バカだねー。相も変わらずだねー。四千ペンは返してく、おー、波のようにこの心はさらわれてくめー。だってね、俺絶対これあれでしょ、ラルク歌ってる、これ。いや、今の歌ラルクなんですけどね。ウロニケンシのたった4周しか流れなかった幻のエンディングですよ。あれなんだろうな、いや、なんでセッションしてんだこいつ。あれなんかあれなんだ、お風呂場行ってみます。そう、あ、お風呂お風呂お風呂、あ、え、ちょ、どうした何が起きた？どうした？え？誰か歌ってる？え？どうした？どうしたい？あ、お風呂も出ちゃってんのか。あ、見たかったな、住人たちのお風呂姿。多分これ歌に反応してるんだと思うんだよね。お、いけいけいけ。さてと、こいつずっと起こされてる。あ、あ、来た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 。あ、ポーカー始めましたね。
ポーカー始めました。ポーカー始めました。ワンペア。あ、泣いてる。面白い。いや、これだからビルダーズはやめれないね、本当に。もう本当にこんな動画を見てくれてる方は本当にありがとうございます。まあ、一緒に住人たちを観察しましょう。教官、教官どうですか。こいつバニーかな。いやー、なんかここ作ったのがすごいね、嬉しくて。こんなグダグダした動画なのに遊んでしまっている。おはよう。おはよう。おはようざんす。おはようざんす。おはようざんす。おは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 ざんす。ご飯の時ばっかり活動的なんだよな。待って。そして道徳を失う。立って食うな。立って立って食っていいのはうちだけだよ。椅子用意してやるか。まあ椅子あるかな。椅子あるかしらね。ないかしら。ない、ある、ありませんな。椅子をちょっと用意しますか。まあこんなね、椅子をあればね、また気持ち一つですからね。椅子あれば気持ち一つっていう部分もやっぱりありますもんね。いくぜ。椅子よーい。あ、でもどうなんだろう。一つセットであれだからな。座ってくれなかった。まあいっか。お前いつまで食ってんだよ。おい、いや、ここの、この家パンしかねえの。まあ、俺の家もラーメンしかねえけどさ。いや、食うの、バカスローリーじゃん。お前らも、まあ、空いてるから食ればいいじゃん。食ればいいじゃんね。食れば、オンザ、ドクター K。いや、意味わかんないけどさ、俺食ればそんな汚いし。あ、いなくなっちゃった。ふざけたこと言ってた。やべやべ、うっかりうっかり。うっかり八兵衛。これ誰の笑いの真似だと思います。これね、俺あの 浜田の真似してるんですよ、ダウンタウンの。全然似てないだし、井上陽水のモノマネの方が受けがいいのかな、やっぱり。うんこどうだった。うんこ気持ちかった。うんこちょっとケツ見せて。ケツ拭いてあげるよ俺が。おい、どこ行く、どこ行く、どこ行く。あら、え、パンツ履いてねえのお前。ちょっと待て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 。おい、ちょっと操作が慣れてない一人称バッして。おお、なんだこれ、なんだこれ。おいおいおい、ちょ、え、ちょっと待って、誰だお前。おい、あ、こういうことか。いや、槍の上乗ってたし今。この槍の上やりたい放題だね。なんちゃってんねこれね。どうもズンイオです。え、どうした、キスの練習。俺としようよ。じゃあちょっとこっち見てほら。やれ、いけ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 、やれ、ゴーゴーゴー、やれ、いけ、やれ、いいぞいいぞ。おいおいおい、いいよ。え、てか、なんかあれだ、シャドーボクシングとヒノキの棒と2タイプなんだね、これね。いいぞ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 。教官はいつもこの、いや、こいつこの立ち位置なのか。この緑のヘルメットだから出して。赤いヘルメットにすればいいのかな。
お前もうちょっとさ振り方こうした方がいい。ありがとうございます。笑ってんのこれ。同じ地位なのかなこちらは。ちょっとよくわかんない。これわかる人教えて。まあ、教えてくれないと思うけど誰も。で多分この青いのが多分増票みたいな歩兵みたいな感じだね。ちょっとね。うん。まあ、チェスでいうポーンみたいなね。でここのあたりがやっぱルークとかなのかな。ルークじゃねえ、ナイトだ。で、こいつがルークみたいな感じかな。ね、もうちょっと。いいね、でも君。なんかその格好かっこいいよ。うん。なんでゴリゴリの鉄のなんか鎧にスカーフ巻いてんのかよくわかんないけど。まあ多分20話を隠してんだろうな。俺と一緒かな、じゃあ。どこ行く、どこ行く、どこ行く、どこ行く。また始める？あ、お前自身もトレーニングするんだ。何笑ってんだよ、まあ。何がおかしいんだ、言ってんだ。お前じゃねえよ。バカ無表情そんな俺のこと嫌いか。話しかけた瞬間、めっちゃ無表情になったの、今ね。見ました？見ました、本当に。すごいね。すごいことになって。お前マジで、あ、もう一回見せてくれた。ほらめちゃめちゃ嫌いか。お前が来てって言ったから連れてきたんだぞこの島に。とんでもねえやからだね。またやるか。いやいやいや、俺へこむぜそんな感じは。めっちゃへこむよ。教官、どうせこれ俺のこと、俺だと思ってる、俺と見立てて殴ってんだこれは。ひでえ女だ。さっきパンツ見ようとしたからな。じゃんパンツぐらい見してよ。なんお前らで話してんのかよ。俺今話、え、怒ってる怒ってる怒ってる。え、どっちの立場が上なの結局。いやそれもういいよ、そろそろ。はいはいはい、分かったよ分かった。お前覚えとけよ、お前この野郎。赤いヘルメットだ。覚えたからな、お前。お前だけしかいねえんだぞ、ここに赤いヘルメット。分かったか？もう絶対忘れねえからな、お前。覚えとけよ、この野郎。これねえぞ、この野郎。待て。一人称視点大変だな。あ、加藤ミリア。加藤ミリア、もうそろそろそのコートやめたら？あ、この二人仲悪いのかな？素通りしてた。挨拶なしだ。どこ行くんだろう。飯か。ほい。ほいだってかわいい。おー、すごい。あ、村人って働かないって言ってたけど、一応働きはするんだね。なるほどね。なんだろう、バニーと村人って何が違うんですかね。見てんじゃねえよ、お前。赤いヘルメット、お前。飯の時間だろ、どうせ。そっちから行けねえよ、お前、バカだね。分かってる？そこは行けないよ。あいつに、お腹すいたっすよって。物欲しそうに、こっち見てんじゃねえよ、お前。こいたね。お前もう、あれで歌姫が歌姫の格好すんな、着替えろ、お前。バカ野郎は。君たちは素晴らしい。いやー、終わりがないね、本当に。もうずーっとこういうので遊んでたいもん。すごい楽しい。うん、ですがね。まあ、とりあえず、本当は住人観察だの、別の動画で別でやりたかったんで、あれなんですけど、結局住人観察してしまいました。すいません。ではね、今回は一度ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。グッドバイ。あ、あいつ、ちょっと待って。あいつ、マジであいつに向かってとメラでも放ってやる。これ、暗い上がれ、これ。バーンボーン、あいつ、マジで、本当に。暗い上がれ。あ、ちょっと難しい。くそ。あいつ、あれだな。逃走中みたいな。逃走中経験者だな。壁をスーって。暗い上がれ。あ、チャンス、チャンス。あいつら何？どっちが上なの？結局、立場としては。
キメラも対してなんでそうそう なんでださ、もっと直線上で打てばいいのに、なんでこうなんか上になんかあの円グラフみたいな感じで、円グラフじゃねえや、なんかねえ綺麗グラフみたいな感じでさ、こう行くのこれね、上にねこれね、よく蹴ったし、かつくせ。まあいいや、すいません、いろいろと遊んでしまいました、ごめんなさい。では、また次回ちょっとね、住人観察系になっちゃうかもしれないんですが、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。